メイラフォースペビリュー続きやっていきたいと思います。前回マリコス倒したとこからですね。じゃあまあとりあえず今回は脱出ということで、でもこっちから出ることになってるからな、話が多分進んでいくんでしょうね。じゃあ行きましょうか。ほっと、よいしょ。でもなんかさ、絶対起こりそうな気はするよね。怪しいしな、怖いんだけど。どうした？この場所は一体。まあだけど結局そういうことだよね。おおお、ボス？なんか来たよ。地高よれ的な。ついに見つけたぞ。あったのね。メリー、これが新世代のジェダイへの鍵だ。祝福するわ、あなたたちを。でも私の姉妹は帰ってこない。ああ、粛清の後、俺は長い間一人だった。隠れたんだ。そう、正体を知られるのが怖かった。俺の過去も。でも変わった。大切な友人に言われた、銀河で人生を見つけろと。それを聞いたの？な、いや、でも人生は無理にでも人を前に進ませるものなんだ。そしてここに来た。俺も驚いてる。前へ進む道。一緒に行くわ。おお、本当か？私はずっと一族の復讐の機会を待ち続けてきた。もう待つのは終わり。一緒に戦わせて。ナイトシスターとジェダイの道は異なるけれど、残った者同士助け合う。ああ、行こう。ああ、それがいい。お前はどう思う？そうだな。もうしっかりバイブが。船の仲間には説明が必要かもしれない。それなら始めましょう。ワープして行っちゃうのかな。いやー、こっからだよ問題は。ちゃんと帰らせてくれるのか。赤いのはさ、びっくりした。もうなんかいるし、まあ一回ちょっとセーブします。あ、なんか道作ってくれてんね。これでいいわ。前のも君が上に。そうよ、マリコスをどうするのか見たかったの。試したのか。そうよ、合格だったわ。手を貸す気はないのか。必要です。まだ慣れねえな。無視していこう。かまってられねえこいつらには。誰なの？シアか。どうして知ってるんだ？仲間を見たことがある。マリコスは殺せと言ったけど敵意は感じなかった。シアはまあ元ジェダイだ。話せば長い。聞いてみたいわね。助けてもらえるか、ビディ。
よし、こう船で会いましょう。またセーブポイント。きっとこの先何かあるぞ。ボス戦だぞ絶対。てか前回ちょっと前にボス戦ったばっかなんだけどな。まあひたすらまっすぐか。なんかいるんですが。おお、ちょっと待て待て待て、賞金稼ぎじゃん。ちょっと頑張ってやっていこう。やられろ。わかった。この借りを返す。ちょっと待て。すぐに頼む BD。 これでどうだ。どうだ、溜まってるか。溜まってる。 OK。 あとは変なやつだけだぞ。どこ行った？いた。俺を止めてみてろ。ほいほいほい。やられるのに体を動け。ほら、ただ。いい動きだ、やだよ。降りてこいよ。痛いだろ。やりきった。あと一発？あと一発？どこ行った？一応回復しよう。お前はもう死んだら当然だ。オッケー。いやー、強引にフォース使って倒しちゃったぞ。定期的になんか現れるんだよな、こういうのがさ。さっきはどこ行った？どこ行った？こっちですわ。あいつはスキャンできねえのか。まあいいや。まあとりあえず帰りましょう。うん、ここから来てさ、右側行ったとこにスティームネがあったよね。いやいやいや、回復も使っちゃったし、もうここからすぐだからね。あとそう、この下、この下がね、まだね全然未探索なんだけど、まあ今ちょっと船に帰って話を進めましょう。勘弁してくれよこいつら。ほい。よし、怖いんで一回ここでセーブしていこう。まあスキルポイントは確認しないでこのままね進んでいっちゃおう。ここからまた敵がいるんだけど、ちょっと待て。いや違うか、普通に行きゃいいのか。いや一瞬開かないかと思った。これでやっとショートカット開通か。よし帰ろう。いや、嫌な予感しかしないぞ。またなんかいるしよ。お、危ない危ない危ない。ちょ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 、待ってくれ待ってくれ待ってくれ。ほい。ほい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 。いやー本当にね。あー、クモさんいるんだ。クモさんはいかん。逃げろー。なんか最後一体もそこにいなかったっけ。大丈夫、いないよ。 OK。 よし到着。さてどうなる。見つけたのね。え、誰なんだ。それどういうつもりなんだ。一緒に行くということ。シア、グリーズ、
彼女はメリー。おい魔女だろ、違うか。ナイトシスターよ、何も怖がることはないわ。おかげでアストリームが手に入った。一緒に戦った、信用できる。なら信じるわ。あなたはそれを証明して。ほう、わかった、いいよ、座ってくれ。ただし変なことはしないでくれ。歓迎するわ。上々だ。うん、言葉がわからないの。うん、ビディは理解してるけどな。新しい仲間。うん、まあとりあえず一回セーブしてきてここまで戻ってきます。はい、少しいいかしら。グリーズが外に出たわ。この隙に少し休ませて。うん、いいんじゃないか。ずっと二人きりは疲れるよ。彼のお相手はしばらくメリンにお任せね。耐えられるかな。彼は迷信深いから少しは静かにしてるはずよ。魔術を習いたくなってきた。本当ね。ん、どうした。静かなのよ。グリーズが船にいないからかどうかはわからないけど。いいこと悪いこと。わからない。好きとは言えないわね。この手の静けさは落ち着かないわ。確かに。ハリクセットを持ち出して辺りを音で満たしたくなる。それなら演奏すればいいかもね。最近あまりその気になれないの。楽器を習ってみたかったんだ。全部終わったら教えてくれないか。もちろんよ。ええ、少し考えたいから時間をちょうだい。なるほど。どこ行ったんだ。まあいいや、とりあえず目的地をね。どこに行きたい。ストーリー的にはボガーノか。もうだいぶね、探索してるよね。イラム、ダソミア、うん、イラムもちょっと探索したいけど、ゼフォーになんかあるって言ってたな。まあだけど、まあとりあえず今回はね、クエスト、ボガーノだな。ミッション中心にやっていきたいと思います。コルドバって人は俺の船を随分酷使してくれる。彼は銀河中を見て回りたいと望んでいたわ。あんたもか。多くの星を巡ったわ。ゼフォとジェダイの霊廟や寺院をね。私と違って彼に限界はない。お供に見捨てられたおかしな老人か。彼はいつも一人で私といた時でさえ自分の研究と未来のことで頭がいっぱいだった。常に旅をしていつも時に追われていた。彼が一箇所に留まっていたのはボガーノが初めてよ。短い間だったけどね。なるほどな。早くそこに座れ、もうすぐ到着だ。使えるかな。コルドバは使えたわ。あなたならできる。大丈夫よ。なあ、腹空いてないか。スカッツのステーキでも焼こうと思ってる。邪魔しちゃったかな。いいえ船長、ここまで来られたのはあなたのおかげよ。ああ、まあ俺は。本当だグリーズ。まいったな。ああ、うまくホロなんとかが見つかるといいな。ホロクロンだ。本当に探すのがいいことなの。どういう意味。リストの子供たちをジェダイにするために故郷から連れ出したらその子たちも追われるんじゃ。確かに。どちらにしろ帝国には分かってない。まあそうだな。帝国を倒す助けになるはずよ。おっと、予定変更、到着する。あ、グリーズ。なんだ。私はレアでお願い。いや、変なとこ行ってんじゃないの、もしかして。あ、分かった、俺に任せておけ。ボガーノに向かってるか。ああ、よかったよかった。到着。懐かしいよね。
行けないとこも行けるようになってるからさ。まあ行こうか。なあ、まあいいか、あれを取りに行くんだな、ホロクロン。ああ覚えてたか。来るか。まさかお断りだ。俺が言いたいのは、そう、探してる子供たちはお前に感謝すると思う。いや全員にだ。あんたも仲間だろ。その答えを期待してなかったとは言えないな。というのも、魔法じゃどうにもならんこともある。例えば現実的な視点と模範的行動、手本となる誰か。船の操縦は高度な技術だ。俺がいないと困ることになる。覚えとく。ああ、そうだ、それがいい。幸運を。少し待ってくれ。うん、よし。ここは何かおかしい気がするわ。ここはエネルギーが違うわ。ダソミアとは違うな。ええ、ダソミアは複雑で、闇から古い力が湧き出るようだった。ボガーノはもっと単純けれども、うまく言えないわ。ここは特別だ。だから宝物庫を建てたんだな。ホロクロンは一体どこに。何かあるのか。この星は何世紀もの間知られずにあった。何もしなければ本当にその子供たちは危険だったのかしら。俺たちの教え子は特別な場所を大切にし、銀河を生み出す手助けをする。けど彼らはそれを望むの。助け合うしかないんだ。生き残るには彼らが必要だ。まあそうだな。彼らを守る責任があるはず。そうね。まだ話せる。ダソミアとは大違いだ。ええ、そうね。想像と違うか。実際の銀河は恐ろしく広いわ。自分の世界がいかに狭かったかわかる。本当に俺もブラッカーを出た時そう思った。過去にとらわれると世界が狭くなる。マンティスでの時間がきっと好きになるわ。よし、じゃあ最後ちょっと、いい？なんだ？なんとかここまで来たけれど、宝物庫にはまだ謎が多いわ。大事なのはコルドバが収めたホロクロンだ。手に入れる。コルドバはあえて危険な関門を用意してる。俺を心配してる。子供たちを訓練するには人手がいるの。大丈夫だよ。BD もいることだし。そうね。とにかく気をつけて。これまでにない試練になるかもしれないわ。わかった。二人とも用意はできてる。無理はしないで。ああ、わかってるさ。とはいえさ、覚えてる人もいるかと思う。ほら、あれだよあれ。一番最初来た時戦わなかったんでね。なんか、めちゃくちゃでかいやつ。いるからさ。あれはちょっとやばいよなぁ。え、ここも未探索。まず、行ってみよう。今回はなんか話聞くことばっかだったからね。ちょっと未探索のとこ。いや、そこの小さいの。EV？ ゼフォにあったのと同じタイプのものだ。なんだと思う？ちょっと待って、いかんのか。あ、こっち側からも渋？これでいける？いや、乗るわけじゃないのか。いや、これめっちゃ難しいんじゃない？ぐるんと回さないといけないもんな。まあまあ諦めよう。あ、ごめんごめんごめん。殺しかけた。何？あ、これを正しく合わせるんだ。ここね。どうした？固まったぞ。
はい、フリーズしたんで戻ってきました。まあここはそこの小さいの、ゼフォにあったのと同じタイプのものだ。そうね、なんだと思う。まあもうちょっと頑張ってやってみます。おお、いったー、ようやく。なんかね、10分以上やってた気がする。あ、これはスティームだっけ。これは役に立つぞ。いや、なんか記憶にないけど、ここに初めて来た時はプッシュがなかったのかな。うお、スティームキャニスター、いい感じ。いやー、ここはちょっと大変だったぞ。なかなかタイミングが難しくて。でもあのね、攻略法っていうかさ、こっちまで引っ張ってやるのもいいけどね、あの最後のそこまで行かなくて押しても結構なんか行けちゃったって感じね。よし、じゃあ先を急ぎましょう。いやー、なんかここで10分以上なんかさ時間かかった気がするから、疲れたぞ。まあせっかくなんでちょっとセーブしていきましょう。はあ、Steam 4になってだいぶ変わるよな。さて、前来た時よりも行けるとこは増えてるはずだから。とはいえ、ここ?あー、ここダブルジャンプじゃないといけないってことね。OK。そういうことね。で、ここも初めて行く。ポイントね。一回のジャンプじゃ届かないもんな。よし、行きましょう。なんかあるな、あそこに。これはなんだ。よし、行こう。これ登れそうだな。登れないか。え、どこに行ってんの?大丈夫?今、ちょっと BD は見れない。おっと、チェスト。中が知りたいのか?何が入ってる?今また?お前にはいつも驚かされる。おー、材質だって。はい、お、この正面、あれがプルで弾ける感じ?よし、こう。で、この下が、あいつだよね。結構大変だったやつ。元気か?オッケー。オッケー。若干擬態してただけか。オッケー。これでいいとして。このロープ?こっち?そこにロープがあるな。これか。うん。こっち側に行けるか。ちょっと待てよ、待て待て待て。危ねえじゃねえか。フォース触ってるから一気にやっちゃおう。ちょっとまずいぞ。おいおい、危ない危ない。いやー、確かさあのホールドで止めて下切るっていうのがあったよね。もうや、危ない危ない。
これ回復。はい、この建物はここなんだ。ただのモニュメントってわけでもなさそうだぞ。なになにこれ、なに電光センサー。へえ、経験値は美味しかったね。よし、じゃあ先進んでいきましょう。で、で、ああ懐かしいな。で、なんだ、ハッキングとかそういうわけでもなさそうだ。動かないぞ。向こう側から閉じられてる。戻るか。なんかウォールランでちょっと行けそうな感じはあるけど。なんか本当になんかシークレットとかそういう感じなんだろうな。行けそうだ。やっべ。勘弁してくれ。今すぐスキムが必要だ。ゴリ押しゴリ押し。何か変な感じが。探索パートということで。おかしな話かもしれないが、アストリウムかも。宝物庫に近づくほど感覚が強まる。何かあるぞ。気をつけろよ。まだ本当かわからない。はい、セーブポイント。よし、もうちょっと進もう。この裏は？って、前もこんなこと言った気がするぞ。よし、行くぞ。見えないんだけど。怖え。怖いんだけど。なんだ？ムービー入ったぞ。調べよう。スターウォーズ8であったような感じだな。自分と向き合う的な。ここに我々の文明の記憶を残しておきたい。我々は優れた知恵と技術を持ちながら滅びに直面した。教えによって目が覚め、調和の道を外れ、我々は次第に慢心し、腐敗していった。強く秩序を求めるが、我々は没落していった。私は残った者たちを大いなる道へ導き、その先に平穏を見出せることが期待した。の道を教えるんだ。マスターケース。まずは肉体を鍛える。フォースで何なの？全員集まれ。マスターケースです。僕らは天国に見つかるかも。かもしれないな。なんかそのエピソード3の後の4の間に結構ね、いろいろあるからね、クローン対戦とか。もうだいぶなんか内容忘れていくけどさ。帝国軍だ。尋問官に見つかった。マスター戦いますか？来るぞ。
いやだけどこういう未来を見せられてやめるのかって言われて、でも進むしかないからな。戦うしかない。未来を見させられて。チュー、まだいるはずだ。やった。もう逃げられないぞ。逃がさん。チュー。カール・ケスティス。どうすれば若いのだけは殺さない。それでひざまずけ。なんだ？どういうこと？怖い。どうなっちゃうの？エピソード7とありましたな。でも絶対こういう拷問落ちるからな。なんだよ。え、ダークサイドに落ちた。そういう未来もあると。で、再び？何？ああ、ただ明るいだけか。ちょっと待て。予感がした通りだ。ああ、お前にしては学んできたようだが、お前の才能は何度も失敗を繰り返し続けるその愚かな諦めの悪さだと思っていたが、ブラッカで俺を逃したのが間違いだ。利用しただけだ。陛下への献上品を手にする機会のためにつまらないパダワン一人を泳がせてみた。俺がホロクロンを諦めると思うか？それはないだろう。戦いには付き合ってやる。だがお前はここで幼いフォース感能者たちの運命を明け渡すことになる。お前の命もな。お前も言ったはずだ。俺は諦めない。そうだ、さあ行こう。この程度で効くものか。やばいやばいやばい。おおお、怖い怖い怖い。勝てぞ。おいで。わーっと、そのミックスがやべえ。シアは鍛えてくれなかったのか。隙はあるな。うん。うわ、やばい。それはいかん。オッケー。
で効くものか。ダークサイドのパワーが。その呪いがお前にわかるか。行かないで、別れたら危険だわ。ダメ、私は連中を引き離してからまた戻ってくる。子供たちをお願い、トリラ。フォースと共にあらんこと。マスター、行かないで。トリラ、ねえ、どうなるの？大丈夫よ、大丈夫。逃げるしかないよな。全てが終わった後ぞ。奪われてるぞ。よし、尋問官の誕生。よし、セーブポイントがそこにあるか。まあ、抜けていきましょう。よし、じゃあ今回パートはここで終わりにしとこうかな。よし、セーブして、はい、じゃあまあ今回パートはここで終わって、まあ船に戻るまでだけど、ここでもね、1箇所、2箇所、未探索部分があるんだよね。4箇所。はい、次回パートは出る前にちょっと探索できるとこ、可能なところは行こうかな。そんな感じに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。